あまりに豪快な勝ちっぷりだった。プロボクシングの WBA 世界バンタム級王者、井上拓磨、28、は今年2月、強敵ジェルウィンアンカハスに対して9回、強烈な右ボディで沈めて初防衛を果たした。世界スーパーバンタム級士団体統一の兄、井上直也31、多い、自分へのもどかしさと向き合った日々が覚醒を呼び込んだ。圧巻のアンカハス戦を経て、 至った心境の変化とは取材、門、二宮敏郎、撮影、矢内浩平、ヤフー。ニュースオリジナル特集編集部、これがうれしなきって言うやつか。飛び出してくる涙を拭うこともなく、ひとしきり感情を爆発させた後で客観的に己を見つめる井上拓磨がいた。2月24日、東京、両国国技館。 28歳の WBA 世界バンタム級王者は、ジェルウィン・アンカハスに9回 KO を勝ちして初防衛に成功した。トレーナーの父、慎吾に視線を向ければ、息子曰く、涙がちょちょ切れていた。過去にうれし泣きをした記憶も、父が人前で涙を見せた記憶もない。心の底からあふれる感情の発露に、彼は心地よく身を委ねた。 相手はスーパーフライ級で9回防衛しているなチャンピオン。自信と不安が半々で、今回は負けるかもしれないっていう瀬戸際で、ずっと練習をやってきました。KO で終わることができた嬉しさもそうなんですけど、安堵感って言うんですかね。自然と涙がこぼれてきましたし、あそこまで喜んでいる父の姿を見るのも初めてでした。 高戦的な挑戦者に対して持ち前のテクニックとスピードで勝負すると思いきや足を止めてのどつき合い9回右ボディをめり込ませると突き上げるようにしてもう一発アンカハスはキャンバスにうずくまり立ち上がることはできなかった今回は接近戦を想定した上で体がくっついたらボディっていうのは父からずっと言われてきたなおみたいに一発でタイミングよく倒せるわけじゃないので コツコツとスタミナを削ってボディを打ち続けていったら、ああいう風に終わらせることができました。直人は、日本ボクシング界のスーパースター井上尚や、圧倒的な兄の影に弟の存在は隠れがちだった。自分のボクシングは未完成、だと口にし、満足することも、父を納得させることもできずにいた。だが今回はいつも何かしらある父からのダメ出しが一切なかった。 褒められることなんてもうほぼなかったんであんな風に抱き合ったのも初めてでしたから普段、感情をあまり出さない人の口元から笑みがこぼれた。